今日はアップルパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はアップルパイを作りたいと思います。今回のアップルパイはですね、パイ生地は餃子の皮を使って作っていきたいと思います。さらにトースターで作れるので、とても手軽に作ることができます。材料も少なくて作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。りんご、お砂糖、無塩バター、レモン汁、シナモンパウダー、餃子の皮、卵、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。今回りんごは1個使っていきます。今の状態でだいたい約 300g のりんごを使っていきます。そしてバターはですね、無塩のものを使用してください。あとはこちらシナモンを加えていきます。シナモンが苦手な方は省いていただいて OK です。今回作るアップルパイはこちら餃子の皮を使って作っていきます。こちらね、普通の餃子の皮になってます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずリンゴを切っていきます。でリンゴのね、皮は今回剥いていきますが、皮付きがお好きな方は皮付きで作っていただいて OK です。でまずね、このリンゴの芯を取って皮を剥きましょう。はい、このように皮を剥きました。でそしたらですね、こちらを 1cm 幅に切っていきます。まあ、大体4等分ぐらいにしてください。そしたらこちらを重ねて縦に切ります。そしてくるっと回転させて大体1センチ幅ぐらいに切っていきます。こんな感じでコロコロサイズに切ってください。で、切り方はね、やりやすい方法で OK です。大体1センチ角ぐらいの大きさに切っていきましょう。はい、OK です。リンゴはこのように切ってください。では、リンゴのフィリングを作っていきます。まず、フライパンに刻んだリンゴを入れましょう。そして、ここにバターと、あとはお砂糖を加えます。レモン汁も加えます。そして、火にかけます。火加減は中火です。で、これで混ぜながら加熱していきましょう。最初ね、バターを溶かすように混ぜてください。はい、今ねバターとお砂糖が溶けました。でそしたら火加減は弱火にします。ここに蓋をしてこのまま5分間煮込んでください。はい、5分経ちました。そしたら蓋を開けます。今ねこんな状態でリンゴからも水分が出てきてます。そしたらね火加減を中火にしてください。でこのまま水分が飛ぶまで加熱していきます。で時折ねこうやって混ぜながらしっかり水分を飛ばしていきましょう。今ね結構水分がある状態です。これがなくなるまでねしっかり煮詰めてください。はい、OK です。このぐらいねしっかり水分が飛ぶまで炒めてください。でそしたらここにシナモンパウダーを加えます。そして混ぜましょう。でこのねシナモンの量に関しましてはお好みで OK です。はい、リンゴの準備はこれで OK です。そしたらこのようにバットに出して粗熱を取ってください。それでは続いてツヤ出しの卵液を作っていきます。器に卵を割り入れます。そしてお水を小さじ1杯加えます。でこのように少し薄めていただくと綺麗な仕上がりになります。卵だけだとねちょっともったりしちゃうので少しねお水を加えて混ぜてください。はい、ツヤ出しの卵液の準備はこれで OK です。それではね餃子の皮で包んでいきます。まずリンゴのフィリングを中に入れます。であんまり入れすぎるとね口が閉じなくなるので入れすぎには注意してください。はい、このぐらいかな。そしたら縁の部分を水で濡らします。で続いてこちらをパタリと2つに折ります。で空気をねしっかり抜いて2つに折ってください。こんな感じです。そしたらフォークを使ってこの縁を押し付けていきます。下と上の皮をねしっかりとくっつけてください。はい、こんな感じです。このようにリンゴのフィリングを餃子の皮で包んでください。それでは残りも同じように包んでいきます。は
い、こんな感じで包み終わりました。今回ね、全部で12個できました。こちらは包む量によっても多少変わってくると思うので目安にしてみてください。ではトースターの天板にアルミホイルを敷いてください。そして餃子がくっつかないように薄くサラダ油を塗っておきましょう。お魚焼く専用のくっつかないアルミホイルがある場合はそちらを使ってください。そちらを使う場合はサラダ油は塗らなくて OK です。はい、塗りました。並べていきます。で、並べたらここにツヤ出しの卵液を塗っていきます。はい、OK です。それではまずね、こちらをトースターで3分ほど焼いていきます。で、一旦取り出して卵液を2度塗りします。そうすることで表面がツヤツヤになります。で、焼く温度はですね、だいたい200度前後ですね。ワット数で言うと1000ワット前後で焼いてください。では焼きます。はい、今ね3分焼いたところです。で、このようにね、少し焼き色がついて表面が乾いた時点で一度取り出してください。そして上からね、もう一度卵液を塗りましょう。はい、 OK です。そしたらですね、今度はいい焼き色がつくまでだいたい3分から5分ほど焼いてください。はい、いい感じに焼き上がりました。このぐらいね、いい焼き色がつけば OK です。そしたら一旦ね、このまま冷まして、冷めたら天板から取って完成です。で、こちら取るときは冷めてからの方がね、剥がしやすくなるので一旦ね、粗熱を取ってください。はい、ではね、こちら一つ切ってみたいと思います。はい、中身はこんな感じです。とても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで餃子の皮で作る簡単アップルパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにツヤも出て美味しそうな焼き色に仕上がってます。そして中身はこのようにリンゴがたっぷり入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。すごくツヤが出てますね。ではいただきます。美味しい。餃子の皮がすごくパリパリです。そして中のね、リンゴのフィリングも酸味が効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の餃子の皮で作るアップルパイのポイントです。まずリンゴなんですけれども、今回皮を剥いて使いました。こちらは皮付きの状態がお好きな方は皮付きの状態で作っていただいても OK です。そしてリンゴのフィリングを作る時のポイントなんですけれども、まず材料を加えてバターとお砂糖を溶かしてください。で、その後蓋をして弱火で5分煮込んで、その後蓋を開けて中火で水分が飛ぶまでしっかり加熱してください。出来上がったものに関しましては、その後バットに移して平らに広げてしっかりと粗熱を取るようにしてください。そして今回はパイシートの代わりに餃子の皮を使いました。今回半月型にしたんですけれども、お好みの包み方で包んでいただいても OK です。で、今回のような包み方をする場合は、まず上半分にリンゴのフィリングを置いて、そして縁のところに水をつけてパタッと二つ折りにしてください。その後フォークでしっかり生地を押し付けて口をね、きちんと塞ぐようにしてください。この時にね、リンゴのフィリングを詰めすぎてしまうと口が閉じなくなってしまいますので、詰めすぎには注意してください。そして焼くときのポイントです。焼くときはですね、焼く前にまず卵液を塗ってください。そして一度3分ほど焼いて、表面にほんの少し焼き色がついて卵液がしっかり乾いた状態でもう一度卵液を塗ってください。そうするとですね、表面がとてもツヤツヤになります。まあ、ちょっとね、面倒な方は一度塗りだけでも OK です。そして焼き時間に関してなんですけれども、トースターの種類によって適正な焼き時間が変わってくる場合があります。なので焼き時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。ワット数で言うとだいたい1000ワットぐらいで焼いていただいて、温度で言うとだいたい200度前後ぐらいの温度で焼いていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は餃子の皮でアップルパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。